なんでだろうな。ファイアフライにエリーを届けるだけのはずが。国半分を一緒に横断したんだ。エリーは自分の免疫に意味を求めてた。俺も治療薬の話に乗せられたのか、あの子のためと思ったのか、いずれにせよ俺たちはファイアフライを見つけた。ワクチンはエリーの免疫で作れるって話だった。あの子の命と引き換えにな。なんてことだ。何をしている。諦めろ。我らの未来のための犠牲だ。なんてこった。で、どうしたんだ。救ったよ。さあ、来るんだ。大丈夫。大丈夫。出口を塞げ。やつを逃がす。そりゃ、大事だ。エリーにはなんて。あいつらの検査を受けたが、免疫は役に立たないと言った。あの子は信じたのか。分かったって。戻らなきゃな。
おいで。俺がやっとくよ。先に行け。いいのか。ああ。そうか。さっき話したことだけどな。きっと俺も同じことをした。誰にも話すつもりはない。また後でな。入るぞ。ハリちょっとびっくりさせないでよ。ノックしたんだけどな。元気？うん。何しに来たの？顔を見に。みんなお前のこと気に入ってるし、それにすごく助かってるって言ってたぞ。そっか。うん。この前トミーと遠出したんだが、あいつがジョークを言うからお前を思い出した。確か何だったっけな、あ、時計のジョークで、ほら。ジョエル、あのさ、もう遅いし、それに明日早いから。ああ、だよな。邪魔して悪かった。ただその見せたいものがあって、すぐに持ってくる。何それ？こいつはギターっていう楽器だ。知ってる。弾こうか。いいよ。よし。絶対に笑うなよ。笑わない。絶対。約束だぞ。Sometimes you'll succeed to make this man of me. Oh.
all my stolen missing parts I've no need for anymore As I believe And I believe Cause I can see Our future days Days of you and me どうだ？まあ悪くないねそれで我慢しとくか やるよえちょっと待った触ったこともないの教えてやるって約束したろしたあしたの夜からでどうだ決まりよし決まりだねえジョーク思い出したあ時計を食べたら遅刻したなぜだ時間を食ったから何それダッサだなおやすみ。女子おはようごめんあ寝過ごしちゃったすぐ着替えてくる昨夜は盛り上がったってあキスのことディーナのことだから何の意味もないって俺が言ってんのはセスとの喧嘩のことだよディーナとキスああてっきり別れたばっかの俺の元カノとだからやきもち焼かせたかったんでしょ私は別に何これ気まず冗談だって気にしてない着替えてこいあんた最低待ったキスする方が最低ほら支度しろ遅刻だぞうん臭くないよしねえ、ジョエルは？北で感染者が目撃されて、アリアに言われてトミーと警察して。ついてないね。ああ、ほとんど寝てないだろうな。少なくともお前よりは。うるさい。起きるとこだったし。ほんと。忘れ物は？ないよ。朝からお前の噂で持ちきりだ。
なんで？お前がディーナにキスしたから。向こうがしたの？それ見たセスがお前にひどいこと言って。そう。でジョエルが殴って小突いただけ。それでなんでお前がジョエルにキレるんだ？ゆうべはどうかしてたの。なるほどね。どうもジェシー。よ。どうも。ねえ、私たち平気だよね。俺たちか。心配すんな。ディーナに未練はない。そっか、ただ誤解してほしくなくて。エリー、平気だ。気にすんな。ありがとう。どうもおじいちゃん。ほら気持ちいい。ジェシー。ああ、どうも。朝飯食ってくか。いらない。マリアは？僕だ。どうるよ。エリー待ってたのよ。セスがあなたと話したいって。私は頑固親父と話す気ない。聞いてあげて。お願い。分かった。セス、セス来て。最低。よう。ああ、その昨夜はちょっとばかり飲みすぎちまって。だろうね。これでも謝ろうとしてんだ。ディーナと巡回に出るって聞いてな。それでサンドイッチ作ったんだ。あ、そう。ステーキ入り。ありがとうセス。ああ、まあその気をつけろよ。どうも。感謝するわ。うん、それなんだよ。おっさんのサンドイッチ。うん、いい匂い。あげる。マジで？マジで。外まで送る。いただき。向こうでトミーとジョエルと交代して。二人ともしばらく戻ってないし。合流場所は？北西の監視所よ。午後には到着するはず。気をつけてね。近頃感染者の目撃情報が多いし。分かってる。じゃあ登山道の巡回は他の奴に任せるよ。エリ、行ったことある？あんまり。ディーナは慣れてる。二人に行ってもらうよ。エリ、ちょっと話せる？何？ジョエルとうまくいってないみたいだけど。マリア。ジョエルは心配してるの。決してあの人はあなたを。平気だって。本当に？うん。そう。ならいいんだけど。気をつけて。どうも。おい、ディナ、当番だぞ。ちょっと待って。お前の彼女、厩舎に連れてこいよ。ちょっと話せる？ごめん、みんな、もう行かなきゃ。いつ戻るの？どうも。どうも。
あのさ、昨夜はあんな風に消えたりしてごめん。あ、別にいいの。気持ちはわかる。私も後悔してるんだ。なんで？そもそも私が誘ったわけだし、それに何もあんな大勢の前でキスしなくったって酔ってたんだし、いいよ。だとしてもあなたに変な深読みとかしてないから平気。ただ本当エリって話遮るの好きだよね。あのさ、もうそろそろ行かないと、うん、いった！ちょっと何？私関係ないでしょ。ビビってんの？弱虫。あいつマジムカつく。ボッコボコにしちゃう？うん、する。受けて立つよ。ほらさっさと逃げない。 うわやっべ、隠れろ。ほら急げ。あいつどうしたの？せめてえの？あのクソガキ。くらいな。ざまみろくらい。また今の足。ああずるい。くらえクソガキ。なんだよ。ちょっと痛かった？ちょっと助けて。絶対許さないからね。やめて。ほら緊張。ほら私たちは仕事があるの。どうせな。自業自得ってやつ。うん、行こう。それでジェシーが登山道に行けってさ。あいつはジョエルたちと交代。え、一緒にしてくれたんだね。いいルートだよ。おはようさん。おはよう。お嬢さん方、今連れてくるよ。ありがとう。